俺マジで本当にね、俺今度、なんかさ、特集してほしいんだよね、俺のために。あ、じゃあ俺今度俺自分でやるわ。整形してる女の子を呼んで、なんで整形するのかマジで聞いてみたいんだよね。オブラートに包まずに。いや、お前ら、ほんと心の病気なのに、男みんなに嫌われてるのに、なんで、それやるのつって。なんでなのだよ、あれ。コンプレックスだから。いや、でもさ、それさ、治ったら顔変わるわけじゃん。顔変わったらさ、バレるわけじゃん。それでもいいの？絶世の美女ってやっぱ佐々木希じゃない？他人からの評価じゃなくて自分のコンプレックス舐めたかわけわからんこと言うからな。いやでもそれってさ、もう男性じゃわからない感情だよね、多分ね。いや、美和子さんは絶対、あれ整形じゃない。俺高校時代の写真見たことあるけど、整形じゃない。あれぐらいだったら人間変わる。全然。なんかでもさ、じゃもう次元が変わるぐらい。次元が変わるぐらい顔変わる女いんじゃん。じゃもうそういうレベルじゃない。次元が別人だろっていうやついるじゃん。いやいや、別人じゃんっていうやつ。いや、堀北真希も絶対してない。なんか、化粧ぐらいだと思う。なん、あ、そうそう、中毒になっちゃってるやついるじゃん。中毒。あれなんで、じゃ、俺逆にメンタル強くない？だってさ、みんなさ、考えてよ。明日から自分の顔全然変わります。会社にな、会社にどういうつもり？ね、会社行くの恥ずかしくなんない？明日から自分の顔いきなりバッチリ二重になってさ、会社行くのって無理じゃない？え、例えば俺がさ、バッチバチの二重になってさ、なんていうの、頬骨なくなってさ、顔をエラ削ってったらさ、俺、できねえよ俺、放送。どうすんのみんなは。で、NG ワードに入れるの、ニコラジとかで。メンタル強すぎじゃね？メンタル強いよね、そういう人って。でもまあ、俺は別にいいけど面白いから。俺は面白い。いやでもさ、生主とかでも最近さ、整形してるやつとかいいんじゃん。あれすげえなぁと。なんか女性のさ、なんかそういうさ、美に対するさ、なんていうのかなぁ。すごいよね。もう30超えたらおばちゃんでいいじゃんって思っちゃうんだよな、俺は。30超えたらおばちゃんで。いいと思うんだよなぁ。お前本当に弱い人間だしね。いや、じゃ、なんか教えてよ。どう、なんか、だって、考え、脳みそが処理できないもん。なんで、ちょっとはだから、二重にするとはってまだわかるの。わかんない？でもさ、エラ削って、骨まで変えるってさ、顔変わっちゃうわけじゃん。親はまずなんて言うんだろうね。いやー、あんた、顔変わったわねーみたいな感じ言ってくるじゃん。で、それを多分何？ああいうグラビアアイドルとか芸能界とかのせいにして、いや、こういう世界なんだって知らねえバーがペネカってやってることだろって思っちゃうんだよな。でも、だからこそ天然物ってすっごい大事にされるじゃん。俺、佐々木希のさ、佐々木希最近よく名前出すけど、俺昔なんか好きじゃなかったんだけど、みんな、なんか整形する人ってさ、佐々木希になりたくて整形してるじゃん、今。だからすごい人なんだなと思って、こちらから歩み寄った。なんかすごいなぁと思って。いや、カバちゃんとかとわかる。あれ、性同一性障害で、女性に、の心を持って男性に生まれてきちゃったら、俺それでわかる、絶対。だって自分だって嫌じゃん。それってなんか、また別次元じゃない？なんか、心身ともに健康なのに、っていうのがなんか俺違うんだよな。理解できない。本当に。マイケル・ジャクソンも許す。なんかマイケル・ジャクソンわかんない。どこいじってんのかわかんないわ。性同一性障害って本当に病気だし、病気だよ。病気。普通にチヤホヤされただけだろ。まあ、そっか。ある種、まあ、正解な感情なのか。アンチを全部スルーして、
信者を取り込んでいくって。あ、もう確かにそうだな。だからメンタル強えよな。俺さ、恥ずかしくてできねえんだよ。それさ、自分の顔がさ、なんていうの、小栗旬になるんだったら多分みんなするじゃん。ノーリスクで、全人類に理解があって、ボタン一つで小栗旬になるんだったら多分全員すると思うんだけど。やっぱちょっとさ、恥ずかしいじゃん。恥ずかしくなっちゃって。整形突破しないけど、整形してる。いやでも違うんだよ。もうがっつりしてるやつじゃないけど分かんない。二重にしましたとかあったら別にアイプチと変わんねえんだ、俺の中で。アイプチと。ビートたけしも許す。ビートたけしも許す許さないに。あのバイク事故のせいだろ。そんなの。国民全員許してるだろ。もうそれ許してねえ国民いたら俺本当に、俺売国奴だと思うぜ。売国奴。いや、あまりにも流行りすぎてるじゃん。なんか。しかも昔の顔が好きだったのになーみたいなやついっぱいいるんだよ。わ、なんでこんな風にしちゃったんだろうって。しかもさ、その時点でさ、闇を感じてしまうんだよね。なんか女性の好きになれなくなっちゃうんだよね。あまりにも顔変わっちゃったりすると。うわ、多分、なんかすごいネガティブなイメージになっちゃうんだよな。闇だよね。もったいねえよ。普通に生きてれば全然いいのにって。マイケルは確実に昔の方が良かった。なんでさっきからマイケル推しなの？多分俺自分がナルシストだから分かんねえんだろうな。俺めっちゃ自分の顔好みなのね、本当に。俺20代前半の頃、自分の前に鏡を置いて、俺の顔を魚に腹筋してたの。腹筋の方で上がると俺の顔が見える。上がると俺の顔が見えるって。俺だから腹筋めちゃめちゃあれなのね。強いの。すーごいナルシストなのね。だからさ、なんかさ、テクサがなんかでやってさ、競輪の動画で、俺腹筋めちゃめちゃ速かったでしょ。俺自分の顔を魚に腹筋してたから。でも、みんなだってさ、世には言えないけどさ、自分の顔って結構好きでしょ？自分の顔。いや、かっこいいとかかっこよくないとかじゃなくて、好きってさ、全然好きだよね、結構。それともしくは好きになりたいと思って、お風呂上がりには鏡見ちゃうとか。好きだよね。男性ってやっぱそういうとこあると思うんだよ。ナルシストな毛がちょっとあると思うんだよな。女ってやったらめったらなんかあれするよね。悲観するよね。すっごい。女性で本当のナルシストってあんまり見たことないわ。でも、そういうやつって大抵超可愛い。本当に可愛いやつしかナルシストいない気がする。俺程度でナルシストってあんまりなくない？でさ、女版加藤純一ってさ、誰？見た目だけでいい。女で言う加藤純一って誰？ランク。見た目ランク。誰が言って、似てる人じゃなくて、似てる人じゃなくて、加藤純一のルックス、男性、日本国民のルックスで何位で、その、大体同じぐらいにいる人誰？友坂里可愛いじゃねえか、友坂里なんで友坂里てめえディスってんだよ。めちゃめちゃいいじゃん。顔がちょっと曲がってるだけで最高に可愛いじゃねえか。坂友エリー。俺より上だろ、友坂里。大沢あかね。いや、まあ、大沢あかねも絶対生で見たら可愛いって。で、芸能人だと分かりやすい。なんか生主で例えてくれ。生主で。芸能人だとやっぱ色眼鏡が入っちゃう。マイシャン。ああ、まあ、同じぐらいか。で、マイシャンが超ナルシストだったら、すげえ痛くない？あのぐらいでナルシストってあんまいないじゃん。あんまいない。で、男ってさ、すげえブスでもナルシストめっちゃいない？ホストとかでさ、ものすごい気持ち悪いのにさ、なんていうの？いるよね。公平とかだって超キモいじゃん。でもすげえナルシストじゃん。あれなんなんだろうね。やっぱりあるんだろうな。見た目に対するそういうハードルが低いんだろうね、男性ってね。低
いんだろうね。女でブスでナルシストってあんまり聞いたことない。与沢翼は別に、あれ見た目で売ってるわけじゃないでしょ。京介ってサイオレの？あいつナルシストなの？あいつただゴリラじゃねえかよ。ゴリラ。ただのゴリラだぜ。